こんにちは、スローエロビック指導員の浦松みどりです。今日はスローエロビックの中の一つ、フレアツイストという動きを皆さんにご紹介します。フレアツイストはウエストの脂肪が気になる方、そして運動不足による慢性的な腰痛の方におすすめの動きです。皆さんでフレアツイストやってみましょう。それではスローエロビック動きの一つであるフレアツイストを一緒にやってみましょう。まず足を腰幅に広げます。腰幅に広げたら重心移動してみましょう。右左右左というように重心を変えながら自然に体がひねっています。少しずつ動きを大きくしていって両手を体に巻きつけるように動かしてみましょう。腕を広げるときに息を吸います。一緒にやってみましょう。体が後傾したり手だけが動くようになってはいけません。体幹をまっすぐにして姿勢を前の方に向けてやってみましょう。以上がフレアツイストです。スローエロビックフレアツイストの椅子を使った動きを説明します。体の不自由な方や高齢の方におすすめの動きです。まずは椅子に浅く座って、そして腰幅に膝を広げてください。そして体をウエストのあたりからねじっていきます。ではやってみます。軽く肩に手をタッチするように動いていきます。体が後傾してしまったり手だけが動くようなことがないように注意して行っていきましょう。では一緒にやってみてください。Thank you.